数です。数字と数字の間には必ず一マス以上の塗らないマスが入ります。同じ列に複数の数字があるときは並んでいる順番に、縦列は上から、横列は左から、その数だけマスを塗ります。このマスでご説明しますと、数字がありますが、この縦のマス、ここは10個塗ることができるという意味です。なのでこの場合 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と10マスあるので、ここはすべて塗ることができます。それから横の1と7、ここは1つ塗るマスと7つ塗るマスがあるという意味です。1つの列に2つ以上数字があるときは、例えば1と7だったら、その間には必ず1マス以上は開けなければなりません。例えばここが1塗ったとしたら、その次から1,2,3,4,5,6,7と塗ることはできません。そういうふうに考えながら縦のマスを埋めていき、横の列も埋めていって、ちょっと考えながら塗っていくというものです。先ほど例に出したこの10、まずはあの大きい数字から見ていった方がやりやすいです。縦が10マスあって、10と書いてあれば全部塗ることは確定しているので、ここは全部塗ってしまって、それからここの2と7の場合も、2と7って足すと9ですよね。それで2つ以上数字があるときは間に1マス以上空けなければいけないというルールなので、2と7を合わせて9、間に1マス以上開けるということは、あと1マスしか開けることはできないですよね。なので2を塗っ
して塗ることができるマスが実はあるんです。この7の場合、1、2、3、4、5、6、7、上から数えて7マス目がここですね、矢印が書いてあるところまで、そして下から1、2、3、4、5、6、7と数えると、ここの矢印のところになります。そうすると上から数えて7マス目と下から数えて7マス目、この矢印の範囲内っていうのが重なる部分なんですね。下から数えても上から数えても。なのでここは必ず塗られるマスなんです。確定なんです。ここはなのでここは塗ることができます。 1,2,3,4 マスですね。
つあるんですけど、1しかない。あ、そっか、ここか。1、2、3、4、5。そう、こうやってね、数字が合わない時がヒヤッとするんですよね。これは見えるかな？これベルじゃないですか？あ、ヒント振ってみてね。多分ベルだと思います。知ら間違って私気づかないでそのまま動画アップして、あそこ抜けてますよとか、あそこやってないですよって結構ツッコミをいただくことが多いんですけど、今日は大丈夫な気がします。多分間違ってたらきつくと思うので。それでは次はこちら。
早速間違えてるぞ。あれ、間違えた。勘違いしてた。
2だから2だから。
1が2つ入るから、どうかないか。で、1、5だから、
中で2つ迷ったんですよ。プリンかカレーかなって思ったんですよ。それで出来上がったの見て、まあ、これがスプーンじゃないですか。で、まあ大きさから言ってもカレーなのかなって思って、で、あと上にあるこれ、これは湯気なのかな、カレーですかね。それでは時間も長くなってしまいましたので、本日はここで終わりにします。暇つぶしにもな